対決です。内側で受けて鈴木優斗、山田うまい。ただこれ戻ってきました、取り返した岩田、山田裕樹、前ルキアンが外に逃げる、そこにボールが来る、ルキアンスピードアップ、ルキアン、さすが、さすがルキアン、まあ、これこう入れ替わったシーンではあったんですけども、まずここの離れる動きですよね。離れる動きからのこのファーストタッチ、まあ、しっかりこう自分のボールが通るスペースを空けるようなイメージを持ち、膨らみ、そしてここでのこのファーストタッチで一つこう相手の前に入っていくような、そしてこの左手を制圧していくというかね、はい、使っていくので、まあ、水戸の方からするとなかなかこう捕まえづらいような状況にはなると思いますね。こういうところですね、うまく受けて、うん、これもいいところ入ってきた、倒れる、大森幸太郎、あっさり2点目。テンポよくボールを動かしながらですよね、また少しこう背後を使いながら、まあ、小川選手のこの背後への走りですよね。大森選手もしっかり、ちょっと足の長いボールも必要かなと思いますけど、ね、はい、ビニシウスが前を向く、ビニシウスからハンダリク、カバヤマ、反転しながらヒールでゴールで決めます。後ろ側に来たんですけど、ゴール方向じゃなくてゴールから遠い方の足に来たんですけど、体を回すことでボールだけがゴール方向に向かうと、まあ、こういうのはテクニックある選手、ボールタッチのその繊細。上村、あ、いえ、高橋、なんかサポートがいない、ファールはない、シュートに来た、そのまま決まった、先制点、熊本、今日つくミドルシュート、その数は足りていました。富山、今日つく右足、サイドネットを揺らしました、先制点、ロアッソ熊本。さあフリーキックです。宮崎、直接決まった、1対1、宮崎、前田が決めました。まずはタッチを割って、白いユニフォーム、アウェーの今治のスローイン、足元を収めます、中に入れる、ミドルシュートを放っていきました、決まった、いきなりの先制ゴール、キャプテン、素晴らしいゴール、ミドルシュートが鹿児島のネットを揺らしました。25番キャプテンマーク、久住圭司の先制ゴールで今治先制です。そして渡敷、一度フェイントを入れて梅田落とした、前田、今日2点目は前田、最高、もう一回顔見ていくぞ、ここ数分見られましたからね、かなり秋田のゴール前に対しては迫力のある攻撃ができていると思います。武田から、宇田から、フリーだ、宇田が切り返した、左足、宇田が今日2点目、京都サンガ勝ち越し、2つでシュートまで持っていくところはこの宇田がのストライカーらしさですけれども、きっちり決め込むあたりはさすがでしたね。幅を取った馬渡、斜めのボールを入れる、川田が打っていった、先制は OBR D じゃ、しっかりと藤島選手のポジションも見た中で、まあ、山形のアプローチが、ね、若干ここ遅れたんですよね。数メートル前に熊本選手は来ましたけども、ゴールを隠せている状態、境宮野も非常に集中してますね、はい、赤道から中、頭当たってこのボールはどうか、やばい、シュート、打った、スーパーゴール、見事同点、石毛、最後
チ際のところでしっかりとミートして、まあ、これはキーパーの三浦選手からするとノーチャンスですね。もうこれは絶対。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification